本日はですね、こちらです。小田原で唐揚げといえばもう鳥の三平さん。ここで小田原ぶらり旅、思いっきり行きたいと思います。それでは。お疲れ様でした。メニューこんな感じになってます。唐揚げです。でかいです。なんです夏目になります。裏もあります。鶏ももたたき9、こんな感じです。これがそう、若鶏半身揚げ。お、チキンボール行きますか。鶏もつに来ました。お、すごいな。いや、気がすごいよ。丸さんから言われたら僕もおかずに丸来てるのか、またました。一味がっつりかけます。いただきます。ありがとうございます。はい、レバー来ました。ありがとうございます。チキンボール三日漬け来ました。まあ、進めるのね。プレモルなんだね。プレモルなんだ。最高です。チキチキボール入ります。ソースかい、ね、いただきます。なんかね、つくねぐらい、美味しい。いただきます。うまい。餃子うまいです。ザリ野菜来ました。でかいです。マヨネーズ&味噌おかわり自由です。ナイス。山中2杯目入りました。ヨマネーズ。来ました。これです。こんなんです。やばいっす。暑いっす。これを逆関節に暑いです。分解しながら食べていきます。暑いっす。あ、手羽先でーす。もも肉でーす。熱いです。手羽先いきまーす。揚げたて熱々半身です。この衣の付き合い最高です。いただきます。これ食うとビール進んじゃうんだ。やばいな。もうね、創業50何年のやばいよ。私も18ぐらいの時から来てます。でも移転に移転を重ねて
何年前だ、37年ぐらい前か、がまあまあ命かかりました。そこから1回、2回、3回目の移転でここに、代替わりもしてます。味は最高です。唐揚げさんです。唐揚げ出てきました。さっきの単品頼んだ唐揚げプラス味噌汁、ご飯、おかわり自由だそうです。やっこ、漬物、キャベツ、ドレッシング付き、レレ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 なんかヨーグルトドレッシングみたいな、さっぱり気がないみたいなね。フレンチ、あ、これだ、フレンチや、白、うん、フレンチ白だ。じゃあ、こっちまーす、いただきまーす。うん、うまいっす。味噌汁、うん、つまみだから味噌汁、うん、いただきます。あ、味噌汁おいしい、やばい、ね、衣がうまいっす。これ衣うまいっす。もう最高だから。これね、これがうまいから。よし、うん。うん。衣だけでうまい。はい。これは、うん。うちに思いました。うん、さあ、ありがとうございます。キャベツ。味付け。定食。うまいです。うん、生中に来ました。結構腹いっぱいになってきました。いやー、スカッパークレモルです。苦しいです。生中のおっぱい、唐揚げ、すべて感じました。うっばんちがうまいです。最高。うわ、苦しい。お土産買いました。お土産です。ではお土産食ってます。途中でダギトさんに会ってまた飲み始めました。また飯食ってます。食わって帰るから、マジで。すげえ腹減ってなかった。じゃあねー。